これなんだ。それでは実験スタート。おいてめこの野郎、きたねえフォルムしやがって、この野郎とうとう枯れてきやがったな。おいこの野郎、さっさと花を落とせ花を。もう首のとこグラングランしてんだろ。もうその花をポロッと落としたらもう楽になるんだぞ。もうこんなに悪口悪いこともねえしよ。ありゃりゃ、もうつぼみも開こうとはしたがものの裂けてない状態だな。ちょっと映してみようか。おい、全然裂けてねえじゃねえか。ああもう終わりが近づいてるな。おめえ、ホタルの光でも歌ってやろうか。ホタルの光で、お前ごときに歌うのももったいないわな。はい、ということで始まりました。今日の企画はボツ動画垂れ流しコーナー。はい、私今缶酎ハイを開きました。はいはいはい、あーうまい。はい私今日は30時間寝てません。はい、まあその前が13時間ぐらい寝ちゃったから、結局30時間ぐらい起きとかないといけないことになっちゃったんですけど、はい、また明日からバイトだけど動画が全然できてなくて、そこでピーンってひらめきました。あ、ボツ動画そのまま垂れ流してももしかしたら動画としてなるんじゃないかってやっぱ人間って追い込まれるとひらめきっていうのは発生するんですね。まあね、どう転ぶかわかりませんけど、やっぱり実験っていうのは大事ですよ。まあ頑張ったらいい結果が出るってわけではないからね、本当に。まあ挑戦する尊さっていうのを今日は見てやってください。はい、眠い。本当に、眠くはないな、もう。なんか、脳みそが変な状態になっています。いやー、よくね、能力ない人はね、お前はダメなんだから、もう寝る暇も惜しめみたいなことを言いますけどね、本当能力ない人が寝なかったら、本当どうしようもないですよ。ただでさえ能力ないのに、そのまま寝ないで起きているってことは、もう、何も、もともと寝ぼけたような人間なんだから、それも、寝てなかったら、使いようがないでしょ、そんなもん。な、どう思う？みんな。はい、うんじゃあ、引き続き見てもらいましょう。私しばらく黙りますね。匂いもくせえな、この野郎。相変わらず、まあ匂い臭いけど、最初の頃の勢いなくなったな。もう臭い匂いを出すっていう。ああ、そういや説明するの忘れてました。この動画はですね、同じ花を2つ用意して、一方は褒めて一方は怒って、どっちが先に枯れるかっていう実験をしてました。でも結局パッとしない結果だったので、もうこの iPhone の中に入ったままずっと眠ってました。はい、そういう動画です。あー、褒める動画はもうひどすぎたんで、ちょっと今回カットしようかなと思ってますけど、どうしようかな、垂れ流そうかな、どうしよう。うわあ、猫ちゃんかわいいね、ほんと猫ちゃんかわいい。んじゃ引き続き怒る動画の方をどうぞ。
唯一の反抗の力もなくなってきたな。お前はこのまま枯れていくんだよこの野郎。やっとこの実験も終わりに近づいてきたな。どうやったら実験終わりなんだ。もうつうかもうお前も生きてる箇所がないもんな。こう二人比べた時、こっちのお花さんはちゃんと咲いてるんですよ。でもお前はもうボロボロと落ちていく一方だもんだ。なんやお前、こんな喫茶でもこの辺とかもうハゲ散らかしてんじゃねえかお前な。ハゲ散らかしじゃねえかてめえこの野郎。もう葉っぱも黄色くなってるしなあ、もう人前出る格好じゃねえぞお前なあ。汚ねえな、もう時間返せとりあえずな。お前に5分25分使ってんだよお前によなあ。どう思うよお前みたいな汚ねえもんのためにおじさんの貴重なね、39歳の貴重な時間を25分も使ってんだよ。どう思うかお前こんな野郎。汚ねえな。しかし汚ねえ以外の言葉が出てこねえな。もうなんだもう。もうしなびてこの辺なんか被害者ずらしやがって、私はもういじめられたからもう生きていけませんみたいなずらしやがって、お前の命ちゃんってもともとそんな価値あるもんでもねえだろおい、この野郎おい。この白い部分も憎たらしいな。もうさっさとこの紫落とせや。もう粘るや。何よお前雑草魂出してんだよ。もうさっさと諦めて散れ。お前が散ったらもう終わりなんだよこの実験はよ。なあ早く枯れろじゃねえよこの野郎。お前今何時だよ。夜の11時半だよお前。夜の11時半にお前枯れろって聞こえてきた声だろ。お前のせいで俺まで変人扱いされるだろこの野郎。おい聞いてんのかこの野郎。もうしぶといな。ほんと嫌がらせか。お前がお前ほんとしぶといな。誰の需要からもないのに生きようとお前死刑囚か。おい、はい、終了しました。はい、いかがでしたでしょうか今日の企画。それじゃあ最後まで見てくれた皆さんのことが大好きです。それじゃあバイビー。